どうもシャーペンです。今回はいや僕が今一応モンストで、まあ、これ言うとねあんまりこのクエスト作った方に申し訳ないんですけども、かなりちょっと好みでないクエストがここなんですよ。もう1番と言っていいほど23の極でして、で今回このキリトがですね、今回全員と一緒の SS の仕様でして、追撃がボスに飛んでいってくれるっていう画期的なものなので、まあ、このクエストと相性がいいという感じなんですけども、あーちょっと待ってっかこれはミスショット単純に、まあ何ちょっと使っていこうといった感じですね。僕ずっと全員使ってて、まあ、単純にもうラスゲが難しいんですよここ。まあ、中央線も本当に嫌なんですけど、ラスゲを飛ばせるだけで採用する価値あったんですよね。でも今回キリトの優秀な点としては、まず単純に星6なんで、その点は全員数とは違うね、もう土俵が違いますから。全員数おかしいんですけどね、星4、5であんなやばい SS もらってるって時点でおかしいんですけども、まあ、単純にこっちは星6なんでドーピングできますし、紋章とかつけれる、いろいろできるんで幅が広がりますね。てか手押せなかった。であとはなんだ、まあ一応友情コンボがパルスとか次元山なんで、こういう今内部の敵とかにはちょっと仕事できるぐらいですかね。まあ完全ワンパンとか無理ですけど、まあ、仕事ができる感じはある、ちょっとだけ。ただ悪い点としてというか、まあ、前日と違う点はやっぱりダメオに対応してしまってる点なんですね。これ結構やっぱでかいところで、ダメオに当たってもやっぱ素浴びですから外せないですし、ダメオに当たって自傷することできない、なんでちょっとダメージを稼ぎづらいって思うところですね。だから全部パネルでやらないといけないんですよ。でボス位置がもうどっちかにあるんで、ちゃんと配置といいますか、その辺考えていかないと全くもってダメージが入んなくなりそうなんですよね。であと地味に全然ブロックがいいと思ってるんですよ。ブロック外してとか、ああもう踏んじったもん外してない、ブロック対応してるんで配置がしやすい時ありますし、でも早速負けそうなんでしてないんですけど、いやなんかほんとなんかどんどん難しくなってるんですよね。僕初見これクリアしたんですよ確か、初降臨の時、初降臨か初登場の時か、初見クリアしたんですけど、だんだん次立つごとに1回負けて2回負けてとか続いていって、僕先月5、6回負けてるんですよね確か。めっちゃ苦戦したんだよな。確か間違えたし、これじゃないひよこだった。だからね、本当になんかすごく嫌悪感があるんですよね。元から難しかったのまだしも、なぜか最初はあんな楽に勝てたのにっていうストレスがすごい。いけ無理やり。よし、ナイス。まあこの点いいところですね。まあ、前日もいけるかもしれないですけども、こうやってまあゴリ押しもなんとかいける。共感もしてますから。あれ、加速名じゃん。あ、俺僕ずっとこれ影、ずっと影決めつけてると思ってた。あ、俺加速名だったんだ、これ。もう速攻外してやろう。あと衝撃の事実も見つかりましたけど、今。今見つかってよかった、ほんと。でも超級これやってたんだ。はずいな。加速名だったの見間違えてた。あ、そうだ、ギミック判明してめっちゃ夜中に厳選したんですよね。だからっすわ。寝ぼけまなこで激と速が見えなかったの。危ない。地味にここもね、やらしいんですよね。プリンね、回復してくれるんですけど、あんまりやりすぎるともうダメ用でもうシャトルランしちゃって。こことか怖いもんな。これね。今ちょっと予兆が見えましたけど。しか上行ってくんないし、あーしかキータだからこれやれないし、プニー終わったんじゃない本当苦手このクエスト。まあこの点は反射ですからね、まあ中ボスはほとんど何もできないぐらいの感じなんで、くっそーきつい。死んだと思いきやハートをもらう。あざと強えんだな本当に。マジで去年のハイビスカスワークじゃないですか考えたら。フラパ前だったし確か。うと、これ怖え。
これ全然死ぬからな、ループして、これ上をループしてね。よし、ナイス。よし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 。でなんですよね、次がボス前なんですけど、これでキリットを右か左に置いておきたい。ただ僕はどっちにあったか忘れている。初手はどこにあったのか。で絶対にひよこにあったらいけない。おい、あ、強い。こっち、あれプニーがいるんだよ確か。プニーいるんですよね。で下の近松とかいるから、あ、上だっけな、下にいた気がした。そして逆。右左右左。キリトは左に行きたいのか、これ。まあ、下に置いときますか。下に置いといて、最後横勘で行けるように。あ、怖い。で、この門左衛門がなんか処理できないんですよ、最近。最近の悩みなんですけど。この近松が処理できないっていう。打ちます。なんでなんですかね。こんなしかもターン数早かったっけ。なんか文句は止まんないんですけど、ここに対して。いや、いいケースなんですけどね、本当に。うまく決まったら。ただ負けるときは本当に腹立たしい負け方するんで、一層ね、ちょっと邪念が残るというか。あー、怖い、これも怖い。これもアップでいたらマジで終わってるかもしれない。あれだ、一応回復してたか。はい。まだプニーが邪魔だな、とにかく。これでパネルが左側に出現すると。で、あざとがやばいんで、これで決めないと終わりですね。あ、でも左側行きてえな、これ大丈夫かな。プニ跳ねちゃうけど、アップル加速するし、これで行ってみるか。止まったらすいません。結構動いてくれるはず、自走もあるし。いいね、バカ。全然踏んでない。さて、これで飛んだらマジ本物。あ、終わったわ。ナイス。で、今、綺麗に弱点入りましたね。ちょっともう一回やって、弱点なしパターン見てみますか。やっぱこれ弱点あんま当たんないと出ない印象があるんで。はい、という感じで、1段階目で、ちゃんと今回配置できましたけども、弱点真ん中あるんで、多分追撃とか入んないはず。最後は入るかな。立て替えします。これでいったらほんとすごいですけどね。ただまあ無理な気がするけどな。いやで、いけるか、どうだ。追撃がね、全くもって、弱に当たんないんで。あ、いけるわ。何を、バカなこと言ってたんだ。まあ、しっかり今パネルを踏めたんで、弱は今当たってたのかな。まあ、いけます。はい。はい、というか、ワンパンやっていきましたけども、まあ、前逸よりすごいかっていうと微妙ですけどね。前逸もすごいけど、まあ、キリトも良かったですね。選択肢が増えたんで、また。というか、よかったらコメントなんか皆さんの意見とかお待ちしております。ちょっと僕、この辺は本当に詳しくないんで、こういうなんかワンパンとか、弱点乗ってる乗ってないみたいな、どんどんちょっとお書きください。あと、続いてチャンネル登録をしていただけると、こんな感じで、毎日もその動画投稿してるんで、よかったら登録していただけると、これから頑張っていくんで、どうか、よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。さよなら23の国。